これで歩いて津軽池行って、うん、憩いでお茶して帰ってくるっていうのも、あ、それあのやぶさかじゃん、一つのツアーの形じゃないの。一番下まで行くんだ。これ追い越すことがさ、追い越したらもう始まっちゃうじゃん。始まっちゃうことがやっぱりドキドキなわけじゃんね。あ、なんとかしなきゃいけない、始まったらなんとかしなきゃいけないイメージでやってんだけど、もう合わせるなと思ってさ、うん、でもやっぱりね、Bテレは万能だから滑れちゃうの。そうするとやっぱりね、面白くないんだよ。Bテレはもう完全にブレーキと方向転換を明確に分けるから、うん。